脱出ノベルゲーム池上実況プレイ始めていきたいと思います。何か沈んでる。金具を入手した。金具？どこのだろう。過密改造の情報を開く手がかりになるものが見つかればいいけど。あ、金具か。ここの金具ね。なかったもんな、ずっと。金具が隙間に入らない。嘘でしょ。どこかの金具だ。あ、ロウで固まってんのね。じゃあ溶かしちゃいいんだ。溶かすよ。お前めちゃくちゃ使えるな、ここ。ロウが溶け出した。よしよし。じゃあ使っちゃおう。金具を使用した。あ、開いた。ん？あ、なんか入ってる。紙切れを入手した。紙？勾玉の錠を開くための手がかりがあればいいなと思ったけど、この収納箱にはこの紙の他にもう何も入ってないみたいだ。あ、そうなんだ。あ、終わったの。金具を使用し収納箱を開いた。やったね。達成。でんでん。お、ここにいたか。何か見つかったか。 いえ、まだ何も。まだ何もって言っちゃった。そうかな、君。尺八を持っていただろう。少し貸してほしいんだが。あ、はい、どうぞ。尺八を手に、尺八じゃないわ。会釈だわ。会釈じゃねえわ。秘釈だわ。秘釈を出した。俺ずっと会釈って読んでたな。その箱はからくりだったのか。からくり？ああ、簡単には開けられないように隠しがあるんだ。みんな大体そこに大事なものをしまい込む。そんなものがあるんだ。大事なもの？もう少しこの箱を調べてみようかな。秘釈を取られたんだ。隠し。隠し。ここのことか。はぁ。あー、なんか、あ、オッケーオッケー、そういうことね。はぁ、どういうことだろう。一回閉まった状態で上開けて、下開けて、上、下、上、上、下、上ね。オッケー。上、下、上、上、下、上。どう？お、やったね。あ。引き出しが外れた。これでよかったんか。なんだろう？小さな穴が開いてるみたい。何か細い棒なら入りそう。細い棒か。あったか？細い棒なんて取れる場所。マッチか。マッチはどう？あ、マッチはないんだ。秘釈ね、秘釈。細い棒どっかにあったんかな？あいつら何やってんの？あ、お前、サイロ？ん？うん、それは？ああ、これか、これは、お前が持っておいてやるといい。いいの？いい、好きに使え。あ、やった、かんざしだ。ありがとう。何、もう付き合ってんの？かんざし、少し古びているけど綺麗なかんざしだ。じゃあもうこれでいけるんだ。ありがとな。なんか、いいね。かんざしプレゼントするって。素敵だな。開けます。で、このかんざしを使えばいいんだよね。お、開いた。お、開いた。多分これが隠しだよね。だね。どう考えても。中に何か入ってるみたい。あ、さ、斜め上。なんだろう。木札を入手した。あ、なんだ？鍵を入手した。鍵必要な場所あったか？この鍵。ひょっとして。ああ、もう勾玉取れる、私。隠しを調べる。達成。隠しの中から、でんでん。この鍵は勾玉の鍵なのかもしれない。大事にしまれてたし、鍵の形も勾玉をかたどってるように見える。でも一緒に入っていたこの木札は何だろう？本当にな。まあ、まがたま入手って書いてあるから入手しに行くか。どっちのまがたまがもらえるんだろう。まあ、開けてみるか。うん。開けてみよう。はい。ああ！鍵がないと動かない仕掛けみたい。この野郎。朝。右、朝？なんだろうな、朝って。朝。はぁ、なんだろうね。斜め？なんだろうね。赤と青で分かれてんのも絶対なんかあるよね。
とりあえず入れてみるか。斜め上、斜め上、合ってるわ。鍵を使用した。が、やっぱりこの錠のものだったみたい。これで仕掛けを動かせそう。あ、そうなの。あ、そういうこと？何これ。え、何？どう？今まで仕掛け動いてなんか動かなかったってことね。はあ。どうするかな。まあ、とりあえずあーなんだろうな。あ、ちげえな。さから左下、左上、右上ってことか。オッケーオッケー。多分そういうことだな。だからそのさがどこにあるかだよな。例えばここにさはあんのか。あ、あはある。あーから上ってことはすになります。さーから左上は、あ、左、右下はか、か。で、左上がせ、かせ。で、右上がく、かせくす、かせくすってなるけど。いいか、それで。なんか、ちょっと響きが悪そうだけど。違うんかな。ここではないよな。こっち？いろはにほへとじゃないもんな。あうくしつひまみよりなんだろうね。しつなんだろうね。マジでわかんねえわ。みつ、あ、三つ編みにしてみるか。よくわかんねえけど、三つ編みって打ってみよう。三つ編みで成功だったらちょっとやだもんな。ああ、変わっちゃった。わからん。あ、赤いあだもんな。あが、あの上なんだよな。で、文字が書いてありそうなのってそこぐらいしかねえよな。わ、なんだお前。ん？君か。いや、誰かに見られてる気がしたんだ。ああ、あいつのことね。あいつお前のこと見てっからな、ずっと。他なんかあるか？かんざし使用できたりはしねえんだな。いや、ってことはやっぱさっきの紙しかねえよな。もう一回ちゃんと見てみるか。巣はなかったんだよな、でも。ちょっとヒント見てみるかもわかんねえし。この鍵を神使い像の錠に使えば仕掛けが動かすことができる。文字と矢印が書かれた木札は何だろう。あと右端の矢印は赤。さと三つの矢印は青に分かれている。それから左右には別に赤い線が引かれているみたい。そういえば拝殿の机に置かれた紙の左右にも赤い線が引かれていた気がする。あ、やっぱりそうなの。これだよね。じゃあ赤い線が引かれてる。あ、あ、一番右の一番上ってことか。火ってこと。一番最後火ってことかな。どうなんだろうね。ちょっとヒント2も見ちゃいました。木札の左右にある赤い線と拝殿の机に置かれてる紙の左右の赤い線はぴったり重ねられるみたい。あ、重ねれるんだこれ。あとさの文字も、あ、そういうことか。書かれた文字にそれぞれ重ねることができそうだけど、あを重ねた時の赤い矢印の先にある文字はみかな。さを重ねた時の青い矢印の先にある3文字はちょうど4文字だし、抜き出したら錠に刻まれている矢印の順に。うわあ、そうだったのかよ。そっか、使ってなかったな。うわ、そういうことか。みだ、ほんとだ。うわあ、そういうことか。すいません、こんな簡単なことわかんなくて。ってことはつくよみ、つくよみか。オッケー。こわー、すいません、こんな簡単なことわからなかった。つくよみね。あー、くっそ、これわかりそうだったな。でも普通に、
こいつはつくよみなんだ。名前なのかな。あ、いた。マガタマを入手した。やったね。これがあれば奥社に入れるとサイロは言ってたけれど、姿が見当たらない。どこかに行ってるみたいだね。どこに行ったんだろうね。綺麗だな。このかんざしはどうしたんだろう。サイロが持っていたけれど彼のものではなさそうだ。神職たちは極力外のものを持ち込まないし、旅人もこの地にはほとんど来ない。少し古びてるように見えるから、昔訪れた誰かが置いていったものなのかもしれない。直接確認したことはないけれど、サイロは多分この地になるべく旅人を入れないようにしていた。なんでだろう。昔はもっと旅人がこの地に訪れることもあったのかもしれない。もう一人の犬の方はサイロだったりすんのかな。マガタマ12章、変わらず。ここは行き止まりか。私も初めて来たから。そうだったのか。あ、これおじさまパートね。マガタマ？マガタマ？ああ、なるほどね。じゃあ、あ、そうか。ここ多分変わんねえんだ。同じなんだ。で、おじさんパートは、ね、やはり妙だ。あの子の口ぶりもそうだが何か。いや、とにかく今マガタマを手に入れよう。まずはこの汚れをどうにかしなくてはな。わ、錆びてんな。オスか。オスなんだな。オスを見つけなきゃなのか。恐ろしいほど澄んだ水だ。あ、そっか、こいつの場合は力もあるし、高いところも届くんだよな。これが取れるんだ。紐が固く結ばれている。素手で解くのは難しそうだ。あら、そうなの。これは見事な天井絵だ。そんだけ安頓だ。この香りは立花の実か。動物面がかけられてる。山犬だろうか。そんだけか。特になんもねえんだ。あ、そっか、ここが届くんだっけ。届、あ、開いた。あ、そっか、ここやったわ。もう何やってんだもん。何すんだろうね。オスみたいなのが必要なのかな。いつの間にか水が湧き出てる。あ、そっかそっか。直接手を入れてはいけないだろう。あ、だから、秘釈をもらったのか、女の子から。秘釈もらおう。あ、かわいい。お、ここにいたか。何か見つけたか。いえ、まだ何も。そうか。なあ、君、秘釈を持っていただろう。少しかしてほしいんだが。あ、はい、どうぞ。秘釈を入手した。その箱はからくりだったのか。からくり？あ、この話も聞いたな。オッケー。じゃあ、とりあえずこの秘釈で水を汲むんだろうな。絶対。さあ、汲んでみようか。秘釈に水を汲んだ。え、まさかこの水で錆取れるの？火を消したりとかすんのかな？これ持ってここまで来てんだ。じゃあ。よし、この水で汚れを洗い流そう。錆とかじゃねえんだ。秘釈の水を使用した。あ、よかったんだ、これで。てんてんてん。これは全然落ちていないな。水だけでは不十分だったようだ。何かする道具が必要だろう。探してこよう。そうだね。ここを進むにはマガタマが必要らしい。恐ろしいほど澄んだ水だ。あ、秘釈に水を汲んだ。やったね。秘釈があれば水汲めるんだ。何かする道具。まあでもとりあえず水を汲んどいた方が良いのか。こする道具か。どこにあんだろう。え、なになになに、なんだ。すごい音がしたが、この部屋ではなかったのか。え、なになになに、怖っ。ここではないのか。開かないの。なになになに、そんな急に。あ、面が落ちてる。あいつ死んだの。面がなくなってるわ。ん？なんだこれは。ここに確か動物面がなかったか。確かに。なにこれ。小刀？なになに？あ、あいつが、やっぱ、切れた荒縄。
あいつがなんかやってくれてんのか、俺たちを助けようとしてくれてんだよな、多分ずっと。これは？藁で作られた縄だ、切られている。面がなくなってんだよな。変わった絵の小刀だ。これは何に使うんだろう。あ、これか。小刀を使用した。紐を入手した。紐がいっぱいだ。布を入手した。あ、やった。これで擦れるわ。でもなんかこの布違うな。趣が。なんだこれ。あー、あの上のやつか。絶対わからねえなって思ってたんだよな。つまみが一つ外れてるようだ。これでは開けることができない。なるほどね。まあ、とりあえず擦ってこりゃいいんか。布。横向きに奇妙な刺繍が施されている。本当にな。これで刺繍すんのか、また。切り取った紐だ。そんだけか。まあ、とりあえず布で拭いてみるか。柔らかい布では落ちそうにないな。あ、そうなの。紐は使えない。あ、ん？これではうまくすることができないか。どうにかまとめられないだろうか。あ、そういうことか。これで合成するってことね。あー、なるほどね。たわしを作成した。ほんとか。にわか作りだが一応たわしとして使えるだろう。すごいなー、お前。で、たわしを使うんだ。さて、このたわしで落ちるかどうか。やってみるか。わ、だいぶ落ちてんな。よし。なんとか汚れを落とすことができた。だいぶ綺麗になったな。これでようやく錠を開く、開くことができそうだが、どうやら鍵が必要なようだ。ほんとだ、鍵が必要だ。じゃあ鍵の入手ですね。きっと、ちょっと小刀持って女の子を脅してみよう。考え込んでたわ。これだよな、多分。なんだろうね。よくわかんねえわ。布を切ったりできたりする？これ切っては見れないんだ。あ！ほつれてしまったところから何かが見えているが。あ、じゃあこれで。これは。木製の部品を入手した。どうしてこんなものが縄の中に。本当にね、どうしてだろうね。小刀もなくなっちゃってんじゃん。これは山岳だろうか。で、多分これを使うんだよな。よくわかんねえけど。とりあえず戻ってみるか、あそこまで。よし、戻ってきました。で、まずこれをはめ込むんだよな。つまみが一つ外れてるようだ。これでは開くことができないだろう。オッケー。これでいいんだよな。部品はこの箱のものだったようだ。そういえばどっかで色の図形を見たような、どこで見たんだったっけな。これ数かな、単純に。数数えてくるか。三角。数えてみるか。あれ、赤の中のやつだったりすんのかな。蝶が 1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個です。9個ですね。で、この白いやつが 1,2,3,4。白いやつが 4つかな。それか5個か。5個っぽいな。あ、ちげえわ。6、7だ。7個だな。白が7。白が7は確定か。赤が、赤9、白7。黄色が1,2,3,4,5,6,7,8。黄色が8。青が1,2,3,4,5。青が5。で、この三角が1,2,3,4,5,6。6個。赤9、青5。赤9、黄色8。1,2,3,4,5,6,7。赤9、黄色8、白7。で、緑の三角6、青5か。9、8、7、6か。赤が9、黄色が8。で、白が7。で、緑が6だっけ？で、青が5。どう？どうやら違うようだ。嘘？
嘘だ。こっちが逆だったりしたか。こっちが7だったかな。で、こっちが8にかけてみるか、じゃあ。どうだ？どうやら違うようだ。嘘だろ。嘘だろ。1,2,3,4,5,6。緑が6は確定でしょ？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。赤が9も確定。黄色が1,2,3,4,5,6,7,8。黄色が8。で、白が1,2,3,4,5,6,7。だよね。白7、黄色8。だよね。合ってる気はしたんだが。白7、黄色8。あ、これが逆だ。でも最初はそういう風にやってたもんな。これでいいんじゃないの？どうやら違うようだ。なぜ？まあ、ヒント見てみるか。こういうわからん時はヒントだね。即席だったが、なんとか汚れを落とすことができたな。しかしさすがに荒縄のたわしはほどかれてしまったようだ。そのほどかれた縄に何か入っている。これはあの箱のものだろうか。素手では取れ、ああ、もうそんなん終わってるわ。はい。というわけでヒント2も見てみることにしました。ほどかれた荒縄のたわしから取り出した部品は、拙者節屋城かなの棚にある箱のものだったようだ。それぞれ色の違う4つの丸と三角が1つ。これは小屋で見た三角の図と同じだな。三角の上にある四角の図は数え方だろうか。あ、数え方があんのか。2つの重なっている四角が2ではなく3ということは、重なることで生まれる図形も数えられているようだ。それぞれの色の図形を一つずつ数えよう。まあなんかちゃんと見てみるか。なんか数え方が違ったってことなんだな、じゃあ。上にある四角のやつちょっと意味わかんなかったから。あ、これで3なんだ。1、2、3だから3ってことなんだ。これし。そういうことね。ってことは、まあ赤が9なのは確かで、もう重なってないから。他は重な、あ、これか。白が、あ、違うな。なんだ、重なってんのって。あ、青か。青これ重なってたりし、あ、てか、緑がもう一個あったか。緑がもう一個あるんかな、これ。緑がもう一個ある。あと一個緑があるってことかな。あと一個緑があって、青がもしかしたら重なってたらプラス3ってことかな？そうかな。よし、やってみよう。青と緑が増えた感じかな。青が5だったから8になるのかな。で、緑が何だったっけ？ 6 だったか7かな。ってことは、青プラス3の緑プラス1、どう？どうやら違うようだ。嘘だ。嘘だ。しょうがねえ。もう答え見ちまうか。まあそうだね。4つの丸と、これ確認して重ね合って図形が描かれてる。図形の上にある四角の図形を確認。2つの四角が重なってる図が書かれており、その横に四角が3と記されている。この四角の数え方に習ってそれぞれの色の丸、三角の図形を数える。うん、ここまでは分かってんだけど、三角で確認した図形の数記入。98579。はぁ、98579985。あ、ここ5で合ってたんだ。579。なんで三角が9なんだ。三角が9の理由が分からねえわ。あー、まあ分かんなかったね。これ多分一生分かんなかったわ。しょうがない。開いたか。これは鍵を入手した。こんな分かんないことねえからね。これはちょっと達成かどうかは怪しいところではある。